こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回はですね、掛け替えの極意について説明していきたいと思います。掛け替えっていうのは、まあ、グラインドからグラインドにみたいな、まあ、例えば 5-0 グラインドからスイッチ系とか、スライドから 5-0 とか、5-0 からまたスイッチ系とか、インチ系とか、まあ、こういろいろ掛け替えることを掛け替えって言います。まあそうですね、スライドからグラインドとか、グラインドからスライドとか、まあ、いろいろ種類はあると思うんですけど、まあ、それのやり方について今回は説明していこうと思います。で、掛け替えの挑戦権は、まあ、これミニランプとかでもできます。まずはなんかこう2つぐらいトリックを覚えることですかね。でまずはこう、じゃあ例えばこれミニランプだとしたら、まずはガムチョップからテールロックとか、ガムチョップからテールロックとか、まあ、逆にテールロックからガムチョップからの開口からのスイッチ系、挑戦権は、まあ、2つぐらいトリックができるということ で、まず掛け替えのコツっていうかやり方は、まずスケートボードいろいろ仕組みがあるんですけど、まず潰しを使います。ブッシュの潰しを使うことと、あともう一つは羽ですよ、羽、まあ、よくこうアウトでオーリーの要素を使って跳ねたりするんですけど、そういうのも使います。あとはパンピングですね。この伸び縮み、このしゃがみと伸び、まあスケートボードの基本的な部分ですね。潰し、羽、パンピング、最低限これを理解してないと掛け替えはできないので注意してください。はい、じゃあまずは使う要素その1、潰しから説明していきます。じゃあ例えばフロントサイド 5-0 グラインド、これを流してる途中に K グラインドに掛け替える場合は、まずかかとが最初は、まあ、ちょっとサスキっぽい斜めのでいくんですけど、かかと乗ってる流してる時はかかとを潰します。で潰し、かかとを潰してる途中でここで掛け替え、スイッチ系に切り替えるときにつま先側を潰します。そうするとつま先側にグリッとブッシュが潰れて板が反対側に向きます。でも5-0掛け替えた後に、 5-0 からスイッチ系に掛け替えた後につま先側を潰しっぱなしだと、潰しっぱなしだとこう詰まって滑りません。 K グラインドってかかとが潰さなきゃいけないトリックなんで、なのでここでかかと、つま先、かかとってこう素早く切り替えます。つま先を潰してすぐかかとやるとここで止まれます。かかと、つま先、かかとでこう素早く切り替えることで掛け替えが成功します。であとはこの掛け替えた後のトリックをある程度できたりしないと、アウトができないんで、なので、まあ、この場合は5-0グラインドとスイッチ系グラインドとか、まあ、テールスライドとか覚えておくとアウトできると思うんですけど、まあ、その2つの要素が必要になります。5-0、スイッチ系、これが潰しを使う部分ですね。じゃあ逆に K から5-0とかに切り替えるときも、じゃあ K グラインドはかかとを潰します。かかとを潰してる途中で潰して、こうさらにこう足首をひねりながらかかとを潰して、かかと、かかと、つま先か、そうすると5-0に切り替わります。これを繰り返すとスイッチ系から5-0、スイッチ系、5-0みたいな感じで切り替えができるので、そうですね、この潰しが大事っていうのをよく覚えておいてください。でよくこう掛け替えられない時って潰しが使えないで、この体の回しだけでいっちゃうとテールスライドで止まってしまうので、しっかりこの過程で つま先、かかと、素早く切り替える、パチッて、つま先、かかと、この切り替えをしっかり覚えるようにしましょう。はい、じゃあ掛け替えの要素その2、羽ですね。羽を使う場合っていうのは、まあ、さっきの5-0スイッチ系も人によってはこうちょっとピョンってこう体を浮かして跳ねながら掛け替えたりします。ちょっとパチンって跳ねを使って
かけ替えたりもするんですけど、例えば派手でよく使うのはスライド系からグラインドにかけるじゃん。例えばテールスライドから K とか最後が行くときにちょっと一回こうノーズを滑ってる途中にノーズをちょっぴり下げて、まあ向こうに飛べば跳ねアウトです。でもこのオーピング側に上に上がるとこう掛け替えが成功します。なのでこれのコツはまずは跳ね出ることですかね。前に跳ねるから今度は上に跳ねてみましょう。そうすると OK バイクみたいな感じで掛け替えできるので、まあ、これ跳ねの要素ですね。うん、まあこの乗っかって滑ってるスライドトリックとかグラインドトリックを、まあ、ある程度流せること、流して跳ねアウトまでできれば今度はここから掛け替えができるはずなので、まずはその持ってるトリックを一つ跳ねアウトできるところまで練習してみてください。はい、続いて掛け替えで使う要素その3ですね。これはパンピングですね。パンピング、パンピングっていうのはあのミニランプとか最初やるときにこうしゃがんで伸びてこうやると思うんですけど、その要素をここでも使います。っていうのはちゃんとこのグラインドとかスライドとかして滑ってる途中にしゃがんで伸びるっていうこの動作ができないと、まあ、跳ねもクソもないですよね。膝は曲げれてないのに跳ねれるから跳ねれません。なのでしっかりちょっと膝をちょびっとほんのちょびっとですね、このしゃがんで伸びるっていう動作を使わないと掛け替えはできません。ここでもしっかり下げてしゃがんで伸びると上まで上がれます。このパンピングの要素を特に使うのはこのスライド系から掛け替えに行くんですね。ヒップスライドとか、まあ、スイッチボードあるんですけど、これをこっちからガーッと滑ってきて、この時にしゃがんで伸びてしゃがんでっていう動作を使うと掛け替えが成立します。しゃがんで伸びてしゃがんでやるとこうスライドから伸びてしゃがんでもう一回こうかけた後も滑っていくっていう、そういう仕組みになっています。なのでまあ、 あのかけ替えがうまくいかない場合はこのしゃがみと伸びパンピングをちょっと意識してみてください。これ使えないとかけ替えはできない。しっかり膝を一回曲げてから曲げて伸ばしてかけできるといろいろ掛け替えができると思います。まあ、とはいえね、掛け替えるときに全部使います。まあ、跳ねるってことはしゃがまなきゃ跳ねれないんで、まあ、このパンピングの要素と、あとはこのちょっと浮き上がる跳ねの動作と、あとは潰しですね、このグリグリっていう足首の潰しの動きをしっかり使えるようになると掛け替えができるようになります。でこれ最初流してやんないで止まって練習してみましょう。これ止まって掛け替えれないってことは滑りながらやるのもっと難しいじゃないですか。その先から、まあ、まずは止まっていっぱい練習してください。でいろんなパターンをこう試してみて、っていう風にやると、まあ、掛け替えが上手になります。はい、というわけで掛け替えの極意でした。今後も TBTV ではハウツーやスケートボードの動画を上げていこうと思っているので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、 SNS で拡散などしていただけたらありがたいです。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。